2018明治安田生命 J3 リーグ第33節ガンバ大阪 U23 とギラバンツ北九州の一戦です。パナソニックスタジアム吹田、両チームの選手が入場してまいりました。画面左側白のユニフォームが北九州、右側ガンバブルーがホームのガンバ大阪 U23 です。ガンバ大阪 U23 のスターティングフォーメーション確認してまいりましょう。ご覧のように4231で表記しています。ワントップには一味が入っています。北九州のスターティングメンバーです。こちらフォーメーションはご覧のように2トップ表記にしてありますが、もしかしたら11番の池本のワントップの可能性もあります。こちらが花井、中にボールが上げて反対サイドに流れていきます。シュートを放っていきました。キーパーよくセーブしました。素晴らしい反応を見せました。今日注目にも挙げています谷です。さあ今度は北九州の攻撃、池本は中央中に入りました。そのままシュートを放ったが枠は捉えません。比較的遠目からのシュートを放ってくる北九州ですが、ただ狙い的には面白く、それからいいシュートを放ってきます。最終ライン初瀬から前に行って、さあスピードを上げようかというガンバですが、ここは北九州が対応しています。高いから中に入ってシュートを放った、決まるか、ポストを叩きました。ここまでシュート数は互いに遜色ありませんけれども、まだ両チームともに得点なし。さあここはオフサイド何もありません。上がっていきます。瀬能のシュート、キーパーの手の上、しかしこちら側にルーズボールになりました。ボランチの選手、左に山口が上がってそのままブランダーのボールを入れますがカットしました。しかし一ミルシュート決まった、右足ガッポーズ。今日注目に挙げていました一ミ、キーパーの位置を見ながらうまく隅に決めていきました。このシーンです。ボールをカットしてこのシュート、クロスバーの角にボールが当たりながら、まずはここボールをよくカットしました。このシュートを決めまして、ガンバ大阪 U23 が先制ゴールを挙げました。一味のシュートが決まっています。ボールコントロールがうまくいく前にガンバのディフェンス陣が挟み込みました。この辺はうまく池本のその動きを封じています。また池本にボールが入った、いやしかしそのまま持って入ってシュート、しかしこれもポストを叩いた。天を仰ぎました安藤、後ろから飛び込んできましたが、中に浮かしてさあ行ったぞ、いやシュート決まった、池本が最後右足を振り抜きました。今日注目に挙げていた北九州、フリーで受けてうまくポジションを見つけてスペースに蹴り込みました。この池本のシュートが決まりまして1対1同点です。まずは24番井出に代わりまして18番の高木が入ります。ガンバ19番の一味がゴールの前、さあ中に入ってきたガンバ、チャンスだ、浮かしたボール決まった、アディショナルタイムに1点が入りました。18番の高木、
ここから飛び込んできてキーパーの前への飛び出しをうまく見ていました。ガンバらしい右サイドの崩し、これで2対1。勝ち越した実吉監督も両腕を広げてのガッツポーズ。中盤を経由して残り時間少ない中ですが、丁寧に組み立てていきます北九州。ここで長いホイッスルが鳴りました。死力を尽くした両チームの戦い、ガンバ大阪 U23 が2対1でギラバンツ北九州を下しました。